そうかね。ちょっとこれ音取らせてください、勉強に。はいはい。ここが、獅子の家って地域なんですか？はい、そうです。獅子の家です。ここに小学校があったんですか？はい、そうです。なんて小学校ですか？獅子の家分校。あげましょう、小学校の獅子の家分校ですよね。へぇ。今、お名前とおいくつですか？僕？はい。浜田博士と言うてね。はい。93歳と。え？8ヶ月。93歳だって。そうなんです。昭和5年生まれですね。昭和5年何月何日？6月1日です。昭和5年だって。僕らの時は、だけ一番あれやね。もう今みたいに給食も何もないけど小さいね、こうして体がね。今からあんた給食が。給食何食べてたんですか？なんか給食なんかない。私らも15歳の時にはね、戦争がもう真っ只中からやね。働く人がおらんからね。岩国の燃料省へ働きに行ったんよ。戦争があったの？もう戦争があって、戦争の大東亜戦争が、あれはね、真っ盛りでね、もう、あれよね、石油作るところへね、応援に行ったの。うん。うん、その戦争の名前は何ていう戦争？大東亜戦争だ。大東亜戦争っていう。第二次世界大戦っていう、世界的な言われるが、私らの時は大東亜戦争って言ってね。調べてみようね。うん。昼食なんかなかった？ないない、もう、もういたらね、泊まり込みで仕事するんやけね、あるいはご飯でもね、ご飯の中へね、今の豚の餌の方がいいぐらいよ。なんちゅうか、大豆かすが生えてね、もう、そういう味噌汁で仕事しよったんやけどね、泊まり込みよ。どんな勉強してたんですかって。どんな勉強してたんですか？勉強はないね、もう。仕事から朝行って起きて仕事してね、帰ってからもう寝て、勉強は全然ない。仕事してないんじゃないの？いや、もう行ってすぐ仕事しよったって。そうなの。あのね、石油会社、陸軍燃料省というね、陸軍が使う燃料を作る工場だったり、そこのね、修理工場、そこ行っちゃった、私が。小学校の時、3年生の、小学校の時はどんな勉強とかがあったんですか？まあ普通の勉強で、小学校の時はまあ、あれよね、普通だったけど、元は今の中学校、うん、高等小学校っていうことね、ちょっとそこの、あれは2年前だったか、2年の半年ほどで、ね、秋から来春の3月まで、そこの校外行って働く。もうね、泊まり込みだけね、全員。あ、じゃあその頃ってどんなものを食べたりしてたんですか？いや、だから今言ったようにね、麦飯の中に、大豆カスが生えてから、今の、ちょっと高級な豚の餌やったら豚の餌の方がいいかもしれない。太陽は好きな食べ物は何？好きな食べ物は、うん、ハンバーグか。ピーマン。ピーマン。ピーマン好きか。これはいいわ。ピーマンやら人参の好きな嫌いな人が多いけど、ピーマンならいいわ。うん。だから大きいな。ハンバーグとかも食べてましたかって。ハンバーグとか食べてましたか？ないない。ないない。時々ね、肉の切れのね、馬の肉があれった、僕らから。馬？馬。へぇ。馬に馬肉ついてからね、馬の肉があれった。馬肉があるとうまいよ。へぇ。まあ、当時は、何もこうもない時だけね。小学4年生から上野小小学校になってたんですね。あ、そうそう。4年生は何人ぐらいいたんですか？私らこれは60人でね。はい。1クラス60人で4クラスあった。60人で4クラスやってる。だから上野小はね、1800とかなんとかね。1800？ すごいおろった。そんなにいたんですか？うん。上野小小学校に1800人子供がおったんだって。そうなの。太陽今全校で何人？33人ぐらい。ええ、変わりゃ変わるもねえよ。なんか今同級生何人？7人。ねえ、変わりゃ変わるもないね。今ちょうど上野町の街並みを写真を撮るっていうことをしよって、で、そこの道の、集会所がに小学校があったんですね。ああ、そうそう。そうなんだって。お話を教えてくれてありがとうございました。
話を教えてくれて、いやいや、まあ、ありがとうございました。あんまり上手じゃないね。まずいんで、気に入ったかよ、分かったかどうかしらけどね。ありがとうございます。はい。